1> 第1種電気工事士技能試験、公表問題、複線図解説の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は公表問題ナンバー4の複線図解説をしたいと思います。こちらのテキストは、電気技術者試験センター様が出されております公表問題をもとに、当センターで作成したオリジナルのテキストになります。第1種電気工事士の場合は、電線の種類など詳細な条件が与えられておりません。 器具の配置などが変更になることもありますので、試験当日と今回のテキストで条件が大きく異なる可能性があります。その旨ご了承いただければと思います。また、伏線図の基本的な考え方については、概要欄にリンクがあります、優しく学ぶ天気工事シリーズで詳しく説明しておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。それでは早速、ナンバー4の内容を確認していきたいと思います。ナンバー4はですね、 最大の特徴が、このパイロットランプスイッチ設置局付きコンセント。はい、この部分なんですね。で、このパイロットランプはですね、えー、ランプの横にイと書いてあって、下の片切りスイッチと同じ記号がついています。これはパイロットランプが同時点滅。 ででああるるととといいうここを意味ししててておりまちちらにについてはです、ね、公表問題にもちゃんん記載があるんですねただ、明確に同時点滅とするという記載はないんですが、この「イという文字がついているというのは同じなんですね。まあ、なので、当日出される場合も、まあ、ほぼ確実に、まあ、100%とは言い切れませんけども、まあ、かなりの高確率で同時点滅で出てくるということになるわけですね。 でこの問題はですね、ちょっと施工上ですね、なんでこんなことになっちゃうのかなっていう部分もあるので、そこについてもですね、副線図の中で詳しく説明していきたいと思います。はい、では、まず電源の確認からですね、電源は単相2000式の 6600V です。で、単相の変圧器を使って 200V と 100V を取っていくという条件なんですね。で、また、このアウトレットボックスに行く手前に、 ブレーカーとアース端子、設置端子があるという状態ですね。はい。で、えー、詳細な施工条件について見ていきますと、はい、まず、変圧器については 3P の端子台で代用いたします。また、ブレーカーと設置端子についても、えー、端子台で代用していくということにしております。まあ、おそらく当日もここは変わらないと思います。はい。で、このですね、設置端子の とブレーカーの端子台がですね、これ本当に嫌らしくてですね、これ何かというと、今回ですね、この部分は VVF の 2mm の三振を使うという条件でやってます。で、えー、去年出た時も同じだったんですね。で、何が嫌なのかっていうと、これあの端子台で、えーはい、上から N、L と指定されているので、これ破ると当然アウトなんですね。で、 上が NL と、上から NL とすると、はい、白線が上、L に黒線となるんですね。で、アースターミナルは緑線なんですよ。で、実はですね、2ミリの三線の黒、白、緑の電線というケーブルというのは、はい、ケーブルがこうやってありますとですね、電線の配置的に、一番上が黒、真ん中が白、で、 えー、一番下が緑という配置なんですね。わかりますかねこれ。見比べると合ってないんですよ、配置が。ですので、施工条件通り作ると、この白と黒をクロスせざるを得ないんですね。あとの伏線図でもちゃんと書いてありますけども、かなり戸惑う人が多いんじゃないかと思うんですね。え、なんでケーブルからの電線、こうクロスしなきゃいけないのってはい。まあでも、しょうがないんですよ。 条件指定されてるんで。で、実際に、えー、去年の試験センター様の回答でも、やっぱりクロスしてるんですね。ちょっといやらしいんじゃないかなと思うんですけども、でも、多分変えてこないんじゃないかなと思うんですね。えー、実際これ、もう4回ぐらい、<ん>4回どこじゃないかな、出てるんですけども、全部クロスしてるんですよ、実際に。まあ、ちょっとやらしいですね。はい。まあ、なので、えー、ちょっと当日、本当注意が必要になってくるのかなと思います。 はいでえっと、ただですね、えー、ちょっと公表問題を1回ご覧入れたいと思います。はい、こちらが公表問題ですね。でえー、こちらに関しましては、電気技術者試験センター様のホームページからダウンロードすることができます。はい、で4番なんですけども、はい、実はですね、公表問題上では、ここに設置端子は書いてないんですよ。どういうことだっていうとですね、はい この公表問題の注意書きの7番にあるように、設置局付きコンセントの設置工事及び電流系、電圧系に至る工事については、出題時に明記するということで、はい、何言ってるかっていうと、このアースのですね、処理の仕方については、当日にならないとわからないよって言ってるんですね。パターンとして一番ありがたいのは、ただ下に垂らしておくだけ。で、次がですね、はい、このアウトレットボックスの中に輪作りして止める場合、これちょっとめんどくさいですね。 だともう一個のパターンとして、今回、想定しているように、ここに設置端子を設けて、ここまで持ってくっていう場合があるんですね。で、去年もですね、今の、説明した設置端子があるというやり方で出てきてます。逆に、こう、ナンバー3なんかですね、まあ、前回ご説明しましたけども、ただ垂らしとくだけっていうパターンもあり得るということなんですね。はい。なので、この設置端子がなければね、ここ16の2審で別にクロスすることはないんですけども、 もし、あの、設置なしある場合は、まあ、三振使うとすると、まあ、おそらくね、去年と同じように今年も、え、白と黒がクロスしちゃうんじゃないかなと思うんですね。はい。で、あの、ついでにですね、ちょっと改めて、公表問題を見ますとですね、えー、まず、この、配線図に明示してないですけども、種別、工事の種別は、ケーブル工事、金属管、合成樹脂管があるよと、だどこに何を使うかわかりませんよって言ってます。あと、はい。 器具の配置については変更する場合がありますよと。実際過去ですね、この位置が入れ替わって出た問題もあります。まあ、一種は本当に厳しいなというところが改めてここでわかるかと思います。はい。それでは、複、えー、線図の方ですね、えー、やっていきたいと思います。で、えー、その前にですね、施工条件、もうちょっと詳しく見ていく必要がありますね。 はい。えー、確認表示等は、引っ掛きシーリング及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。はい。これはね、公表問題ですでに指定がされている状態です。はい。えっ、ー、と、電線の色別ですね。はい。設置が緑。えー、設置が電線。これはニュートラルのことですね。これが白。非設置が電線。ラインの黒ですね。あとは曲線が決まっているものは守ってくださいね。だと、えー、接続の条件について、えー、今回は全部リングスリーブということで、えー、想定しております。はい。では、えー、伏線図。 詳しくやっていきますが、その前に、この、まあ、複線図にかかるんですけども、パイロットランプ、スイッチ、コンセントの部分、この作り方をですね、ちょっと、えー、まあ、おすすめでやり方についてご説明していきたいなと思っております。で、まず何がいやらしいのかというと、この白の渡り線、これがいやらしいんですね。で、よくあの、第2種電気工事士とか、 の場合ですと、渡り線はですね、小、ま、と、あ、台があって、えー、台は8センチだよとかってね、覚えてくださいと説明をするんですが、この台の渡りっていうのはどういう状態かというと、まあ、例えばですね、この、えー、枠の、まあ、遠い器具同士を結ぶんですが、そのお互いですね、最短の距離、例えば、えー、今の例で言うと、下の穴から、えー、上の穴まで、この最短の距離を結ぶ場合、この時渡り線は、 8cm がちょうどいいんですよっていう話をしてるんですね。はい。で、ところが、今回はこの 8cm の渡りっていうのが、はい、えー、取れないんですよ。なぜかっていうと、この遠い距離を結ぶ渡り、今回で言うと、この白が該当するんですが、接地局付きコンセントって、はい、えー、右の下の穴が W で、上が L なんですね。そうすると、この白の渡りっていうのは、 はい、パイロットランプの下の穴からコンセントの下の穴結ばなきゃいけないんですよ。そうするとこれ10、えー、8センチじゃ足りないんです。なので、この渡りについては、10センチ取らないとちょっと厳しいですよということになるんですね。なので、まず一番初めにやるのは、はいえー、この 4, 4芯のケーブルから、えー、白の渡り10センチ取ります。 で、この時ですね、えー、せっかく10センチ取るのであれば、思い切ってですね、この10センチ外装をビッて剥いてしまって、はい、えー、もう黒、赤、白、はい、バスッと切っちゃうというのがいいんですね。で、そうすると、はい、黒、赤、白、全部10センチ取れますから、はい、えー、じゃあ、そこから渡りを取っていこうかなとなるわけですね。はい。で、そうすると、この、はい、渡り線を取ることができます。 で、えー、その10センチ残った赤と黒の渡り線を、まあそのまま刺してもいいんですけど、ちょっと長すぎんなと思ったらですね、3センチぐらい切ってしまって、はい、この赤と白、あ、ごめんなさい、赤と黒ですね、この渡り。で、この渡りはですね、通称渡りの小って言ってるもので、はい、隣同士をこうやって結ぶ場合ですね。この時って6センチあれば十分なんですね。はい。で、えー、赤についても、はい、えー、スイッチとパイロットナンプの部分、はい、こうやって結んであげると良いのかなというふうに思います。はい。 で、そしたら、はい、今度はですね、あの、赤と黒、ここに刺していくんですけども、はい、この時ですね、えー、今、緑線はね、渡り使う必要ないんで、切ってない状態だとしたら、はい、この、黒の長さにね、合わせてあげると、向くといいのかなと思います。金枠の中心に刺す場合っていうのは、 はい8センチぐらい必要なんですね。なので、追加でですね、8センチ外装を向いてあげますと。はい。そうすると、ここに黒を刺すことができますよと。黒を刺すことができますよと。で、赤と白については、はい、この図のようにパイロットランプの上に刺すんであれば、はい、えー、まあ、8センチ向いてれば、もうそのまま刺しちゃっても構わないですし、ちょっと長いなと思ったら、まあ、1、2センチぐらい切って、はい、短くしてあげればいいと。 えー、金枠の一番上、まあ上というかケーブルが入ってくる方と近いところね。近いところに刺す場合は6センチあれば足りるんですね。はい。で、こうやって刺してあげると。で、緑はものすごい長いので、ちょっと合わせて、まあ、切ってあげればいいのかなと。はい。これで、えー、作成することができましたという状態なんですね。 この作るところかなり慣れが必要ですが、あの、これはですね、四芯使ってやるやり方さえできるようになっておけば、例えばね、ここがもし電線化になってもっと簡単だとか、あとはね、あの、一六の三、この緑線をね、正す、正すだけだから三芯でいいんだとかなっても、対応できると思いますんで、ぜひあの、四芯でやるやり方を覚えておいていただけるとありがたいかなと思います。はい。 ということですいません。ちょっとね、先結んじゃってありましたけども、はい。接続の準備が、はい。できたという状態になってます。はい。で、えー、今回ですね、実はこの端子台の部分っていうのは施工条件では詳しく指定はされていないんですけども、えー、まあ、このブレーカーと設置端子をこの端子台で代用するということになれば、必然的にね、決まってきます。決まってきます。 はい。なぜかっていうと、はい、上が N、下が L となってますから、はい、まず N は o, o から持ってきますと。そうすると、はい、L ってこれ N の下になるんで、はい、端子台側に持っていくと左側に黒がいるとちょうどいいんですね。なので、L の黒線というのは、変圧器の U 端子から引っ張ってくるのがちょうどいいということになります。はい。で、そうすると、200ボルトもね、まあ、せっかくだから色合わせるか、ということで、はい、U 端子から200ボルトの黒を出して、 はい、えー。V 端子から白出すのが、まあ、自然なのかなって思うんですね。はい。なので、これがまあ一番おすすめなやり方になります。はい。いうことでね、これで接続の準備が整いましたんで、では、決線の方やっていきたいと思います。まず、ニュートラルからやっていきましょう。はい。ニュートラルは、はい、スイッチにはね、白線入れないですから、スイッチからもし白が来ていたら繋がないんですけども、今回ですね、 はい、このスイッチから白出てませんから、じゃあ白は全部繋いじゃって OK だなということになります。まあこれね、接続つらいですよ、これ。5本ですからね。はい。まあ多分、一種の圧着の中で1、2を争う難易度ですね。はい、5本接続になります。まあもちろん中段ですね。はい、じゃ続いてラインの黒ですね。はい、LINE の黒。LINE の黒は、 はい、えー、照明器具に入れたらまずいですから、照明器具の黒線は除いてあげます。ランプと引っ掛けシーリングですね。そうすると黒が3本残りますから、はい、この黒3本を繋いでいくという状態です。はい。で、緑線もですね、もう分かりやすいんで、さっさと繋いでしまっても構わないと思います。まあ、緑はね、緑として繋ぐしかないですからね。はい。で、この緑の圧着はですね、はい、電源、 この三振が今回2.0にしてますから、ここは小の台数になるわけですね。丸じゃないですね。はい。で、あとはもう3本しか残ってないわけですね。はい。じゃあもうつなぐしかないよね。ということで、繋いでいくという状態です。はい。で、これ繋ぎますと、何がつなが,のつながったのかっていうと、はい。最後に繋げたのは、イのスイッチからイの照明器具への送り出しの線なんですね。ここが今最後に繋がりました。はい。 ということで、どうでしょう、結線としてはね、そんなに複雑な回路ではないんですね。ただ、えー、結構施工上のですね、コツが必要な部分がありますよね。はい、このパイロットランプスイッチ、設置曲付きコンセントであるとか、えー、まあ、もしかしたら、白黒がクロスするケーブルであるとかね、はい、ちょっと、あの、いやらしい要素もやっぱり含んでいるのが一種らしいかなというふうに思います。 はい、であのすみません。あ,のあまり説明,しませんで説明しませんでしたけども、タフカはね、電源を送ってあげればいいということなんですね。はい。ということで、これでナンバー4の解説が終了ということになります。まあ、一種の中では実はかなり、えー、シンプルな問題ですので、ぜひ出題されたら、えー、しっかりと完成させて合格ということを目指していただければと思います。 さあ、それでは、えー、次回はですね、公表問題ナンバー5の解説をしてまいりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。